薄切りにして卵をつけて焼くってのがポイント。余熱で熱がジュワッと入ってくんだよね。卵が固まればいいんで。どうも、料理の兄さんりでーす。はい、ということでですね、ツイッター見てる方わかると思うんですが、なんとね、僕のね、モノマネをする人がね、現れてしまってですね、非常にもう私困惑してるんですけども、みんなめちゃめちゃ似てるって言うんですよ。似てるかな、そんなに。本当に似てるかどうかちょっと概要欄に貼っとくんで見てみてください。ということで、今回はですね、鶏胸肉ですね。鶏胸肉、はい、これを使ってですね、ピカタ。僕の子供の頃はね、よく給食に入ってたんですね。今はそんなにみんなピカタって作らないらしいですね。鶏胸肉で作ると非常にですね、低糖質、タンパク質豊富に取れて非常にいいレシピになります。僕はおつまみにして、いくねんねんと迷って、リュウジのバズレシピ。鶏むね肉の仕方をね、やるんですよ。これ低糖質なんです、すごくね。低糖質なものを食べれるってことは、高糖質なものを飲んでいいってことですね。一番のやつ飲んでいきたいと思います。あ、乾杯。今回使うのはこの鶏むね肉、卵、あとは調味料だけなんですけども、卵邪魔だから割ります。このね、ボウルにね、今回2つ使います。鶏むね肉もこれね、1枚ね、 320g ぐらいのもの、よく切れる包丁でこう薄く切っていく、1センチ弱ぐらいですね。こんな感じで、はい、薄く切りましょう。注意してもらいたいのが、お肉を触った手でね、決してビールを持たない、これ重要でございます。なぜかというと、やっぱりね、鶏肉はカンピロバクターとかね、いますので、切ってる途中にビールを飲むときは必ず包丁握った手でやってください。これ重要なポイントです。はい、ということで、さらに切っていきましょうか。皮はね、あってもなくてもいいけど、僕は皮もったいないからある派です。こんな感じで切っていきます。断面が広くなってね、こうやってそぎ切りしてあげると、できる方はやってください。広げてくださいね、これね。広げるとね、結構ね、量あるとのが分かると思うんです。こうやってクリップなんですけども、こうパラ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 っとね、全体的にまぶしてあげてください。多めにまぶす。これをですね、叩いて裏側もこうやってつける。両面こんな感じで、全ての両面叩いていきます。全体的にね、まぶしつけてあげてくださいね。別にボールでやってもいいですし、バットでやってもいいですし。これをね、やらないとね、卵はね、まとわないので、全体的に小麦粉をまとわせます。厚めで大丈夫ですからね。小麦粉まぶされましたら、刺し1のこれですね。塩コショウです。これね、最初に振ってください。最初に振ってください、皆さんね。はい。パーっとね、卵液はね、もう本当に普通に混ぜちゃってください。コンソメをね、よく溶かすのがポイント。右手で卵液を混ぜながら左で飲む。こうすることで効率よく作業ができることができます。ギャンギャン混ぜてくださいね。コンソメの粒子が卵に9割方溶けたなと思ったら大丈夫です。そしたらお肉をね、もうピョン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 入れていきます。できるだけこれ広げて入れる。広げながら入れると。フライパン用意してください。火にかけます。油が大さじ1、まあちょっとね、多くてもいいです。全体にこの油をあぶあぶしていきます。はい、中火2回ぐらい分けましょうか。薄切りにして卵をつけて焼くってのがポイント。驚くほどね、柔らかくなるの。中火で温める感じで大丈夫です。こう両面をね、さっと焼いていきます。あんまり焼きすぎるとパサッとなっちゃうんで、こうバットに取っていきます。残りのお肉も焼いていくと。はい、足りないようだったらね、油足してくださいね。これね、やっていきましょう。余熱で熱がジュワッと入ってくるんでね、中火でやって、片面1分、両面で2分とか、厚めのだったら3分。鶏肉の焼けたこのコンソメの香りもしますからね、これを逃がさずにビールを飲んでいきます。ああ、丁寧な暮らしをし始めましたって、これ出したら、まとめサイトに載ってたもん。スゲッターにまとめられてて、まとめサイトの皆さん、料理まとめてくれ。僕の私生活まとめなくていいから。料理まとめてください、本当に。で、そしたらね、もうね、もういい。ガス増しといきましょう。また汁。さっき焼き上がった鶏肉、またつけてください。つけてまた焼いてください。これがね、ピカタなんですよ。卵をつけながら焼くっていうのがピカタ。こういうのもね、甘そうなく使っていきます。つけながらね、全部焼いてってください。本当にサッとでいいです。ピカタ焼くときはできればこのテフロンパン使っていただいた方がいいです。卵をね、結構くっつかないんでね。卵が固まればいいんで、固まったらまたもう揚げちゃう。じゃあね、これはね、もうね、かけちゃう。
かけて全体にまとわしちゃう。面倒くさいって方はね、最初の一度焼きだけで卵はね飲んでもらってもいいし、飲んでもらっていいです。はい、じゃあね盛り付けていきたいと思います。まあね、今回はまあこれね本当に 2,3 人前あるので、こんな感じで重ねる感じですかね。パセリ、糖質気にされない方はケチャップ、ケチャップすごい合います。マヨネーズとかでもいいんですけども、ちょっとねマスタードとケチャップ。鶏胸肉のピカルの完成です。はい、それではできました。いただきます。あ、まずはそのまんまでいきましょうか。ちょっとケチャップついてます。いただきます。うわ、めちゃめちゃ美味しいですね。バリ柔らかい。鶏胸肉って皆さんパサパサした印象はないですか？これ超しっとりてふわふわですよ。粒マスタード、あ、これ最高だわ。鶏胸肉ってこのまま焼いたりするとパサついちゃったりっていろいろしてるんですけども、これはですね小麦粉をはたいてから卵を表面につけながら焼くことによってですね、鶏本来の水分が外に逃げないような調理法になってるんです。だからこんだけ柔らかい。そしてケチャップとの相性も最高に合うし、ビール合う。これケチャップと粒マスタードのチョイスがいいですね。これチョイスしたら誰、俺低糖質と思えないほどの満足感だから。ビール飲んじゃう。これでプラマイゼロですから、皆さん味変換フジェネレーション。タバスコ、たまらんたまらん、これはたまらん。おかずとかでも全然いいです。そしてあうてあうてということで、スタッフチャンス、いただきます。はやー、めっちゃ柔らかい。卵をつけて焼いてるからジューシーなんですよ。胸肉とは思えない。卵のコンソメの味がしっかり効いてて美味しいっす。ありがとうございます。まあ、ということでですね、鶏胸肉が本当安く入手できますし、卵もね2つ、低糖質と美味しさと安さ手軽さ4拍子揃って超簡単で超美味しいので、ぜひ作ってみてください。やっていっていいと思う、いいと思う、いいと思う、哲也いいと思う、いいと思う、いいと思う、いいと思う。